皆さんこんにちは。板野耕三の超植物チャンネルのおじさんです。本日は筑波大学名誉教授板野耕三先生にスタイナーのお話をしていただきます。それでは板野先生よろしくお願いいたします。こんにちは、板野です。今日はシュタイナーの続きの話なんですけれども、の農業に関する話の中でエーテル体だとか亜層体とかそういう言葉が出てくるので、こういうところを少しちゃんと押さえておかなきゃいけないだろうということ で今日は4元素とか元素例の話をしたいというふうに思いますけれども、シュタイナーが言ってる4元素というのは、これは土、水、空気、あと火ですね。火を熱とも言うんですけれども、土が固体に当たってて、水が液体で、空気が気体で、熱は熱なんですけれども、そういうその物質の重要な3つの その層みたいなものに関係してるんだと言ってて、でそれをその代表するのが土と水と空気ということで、熱というのも強いて言うとすると、物質の状態ですごく熱くなっていくと、プラズマとかってこういう状態がありますけど、プラズマのような状態を熱だとするんだと、物質の4層みたいなものに当たっているのかもしれないですけれども、こういう物質の層というのがあること自体が不思議なことなので、そういうその形を取っている背後にこういうコンセプトがあるんだという、そういう話なんですね。で、実はその4元素というのは地球のエーテル体の現れみたいなところがあって、でさっきの土と水と空気と熱ですけども、でこれは土が生命エーテルで、水が化学エーテルで、空気が光エーテルで、熱が熱エーテルと、4つのエーテルにシュタイナーは分類しています。農業の話やなんかだと、この生命エーテルというところが非常にそのこの部分だけが出てきて、これがその植物の生命そのものを支えているエネルギーだという話なんですけれども、他にも3つエーテルがあって、このエーテルって農業の話の中ではあまりちゃんと現れてこないんですけれども、実は別の本の中に書かれていて、でそれをいろいろと紐解いてみると、もうちょっと詳しくいろんなことが分かります。であとそれからもう一つ、そのエーテル体の上にアストラル体というのが出てきますけれども、アストラル体というのはこれ自体が、地球の場合ですと、地球のエーテル体とそれから地球のアストラル体が地球の場合はあるんですけれども、地球のアストラル体は周期の例とかっていうふうにも別名呼ばれていて、でいろんなこの世界のリズム、植物の成長とか、植物が成長していったり、その最後枯れていったりとか、季節が循環したりとか、時間的な繰り返しだとか、いろんなリズムがありますけれども、こういうリズムをコントロールしているのがこの周期の例というか、アストラル体なんだそうで、エーテル体とアストラル体の上に地球の神霊が霊体としてはいるという、そういう構造になっていると。でその物質の背後にこういう三重構造があるというのが、これはシュタイナーの認識です。それで4元素のところにちょっと話を戻しますと、4元素は精霊としての表現があって、で土地の精霊というのは、これはグノームと呼ばれる精霊で、これは別名根の精霊なんだそうですけども、この精霊が太陽とか月とか宇宙の中から送られてきたものを植物を通して、これが根に送ってあげると、こういうあのグノームというその存在というのが、どういう存在であるかということがあって、これも農業のところには出てこないんですけども、別の方の中に出てくる話で、グノームはもともと土の中にはいたくないんだそうで、土の精霊ではあるんですけども、もっと土から離れたいと思いがあるので、自分自身で土から上の方に登っていきたいという思いがあって、それを植物に託しているので、その下からエネルギーを植物が上の方に向かって生えていくのは、これはグノームが展開しているそういう思いを受け取って上に伸びていくんだ。それでもともと私たちがいる宇宙の奥には、宇宙意識だとか宇宙神霊とか宇宙理念みたいなものがあって、宇宙はそういうその神霊の思いを物質化したものなんですけども、グノームはこの植物を通して宇宙意識とか宇宙神霊とか宇宙理念みたいなものを、これを受け取って、これを何ていうか補完するような、そういう存在で、あまり論理的にいろんなことを考えて理解するんじゃなくて、語性的にいろんなものを理解するような、そういう
存在なのだそうで、どうしてこういうなんか大規模な話になっちゃうかというと、こういう精霊たちはかなりレベルの高いエネルギー存在のところから分かれてきてる、作られてる存在なので、もともとはなんかそういうその背景があって存在していると。で、水の精霊はウンディーネと呼ばれていて、これは非常に繊細な霊性を持つその存在で、水と空気が触れるところにはどこにでも存在しているというか、まあ、水の精霊なので、水自体がとてもなんていうか地球上ではその生命というなんていうかデリケートな存在ですけども、一つ特徴的なのは変化を好む。それでウニネは化学エーテルに関係してるんですけども、ここで突然化学の話になっちゃいますけど、化学って化学の方の化学って何かというと、これはいろんな物質元素が与えた時にそれをなんかこう結合したり分解したりしていろんなものを作り出していくような、まあ化学の勉強したの頃を思い出していただくとそういう話ですけども、そういうような種類のいろんなものを分解して変化させて新しいものを作っていくというそういうようなことをやることの背後にはこのウンディーネがいるんだそうで、それが水と関係してて、水はとてもそういうところの媒体にもなるという話。それで、空気の精霊というのはその3番目の精霊ですけど、これはシルフといって、これは光とか関係して、光というのはまあ空気の中、空気って光だけじゃなくて音も通るんですけども、だいたい水だとか土だとかって光が通らないですけど、空気は透明なのでそのまま光が通ってきて、光との親和性がよくて音の響きもあるので、そこに鳥たちが空気中飛んでると音が出るんです。こういうその音がとても何ていうか霊的なものを含んでて、音楽のベースになるものっていうのはみんなこの空気の精霊シルフの働く中にある。こういうあのシルフが光を通すので光をその植物の中に運んで、これが三次元的に言うと光合成で植物の中にいろんなものを作っていくんですけども、こういうあの働きをしていて、霊的に見るとウンディーネは化学というか水の妖精なので、ウンディーネと協力してシルフはが植物の原型というか、原型というのはプロトタイプというか、なんか大元の具体的なものというよりもエネルギーとしての大元の植物を作るような、そういう働きをすると。最後に秋になって植物が枯れると、植物の中にその作られているそういうものが成果としてもう一回土の中に戻っていって、それをなんかグノームというか土が土の精霊が受け取るというこういう仕掛けになっている。で、最後の4番目のサラマンダーは、これは火の精霊で、サラマンダーが作用するのは熱エーテルというふうに呼ばれますけれども、この熱っていうのはいわゆる物質的な熱というよりも積極性だとか男性的エネルギーみたいな、そういうふうに理解していただいた方がいいかもしれないですけれども、サラマンダーがそういうものを運んできて、それでそこからいろんなことを始めるって話なので、種子の中にもサラマンダーがいろんなものの男性的エネルギー、積極性のエネルギーみたいなものを運んできて入れるので、この熱がいろんな作用をするって話で、いわゆるそのシュタイナーが見ているところの受精の意味というのは、このサラマンダーがその宇宙から持ってくる男性的なエネルギーというのと、それからさっきちょっと言いましたけど、植物がずっと育っていって、それから最後枯れるときにその成果みたいなものが土の中にもう一回戻されるんですけども、これが女性的なエネルギーで、この2つを結びつけるのが受精の実態なんだということで、ここからなんていうか次のものが出てくるという、そういうふうに考えるという話。そういう意味でそのサラマンダーが大元のエネルギーを持ってくるんですけども、グノームとそれからウンディネとシルフっていうそのこの3つの存在がそのエネルギーを使って植物をこうなんていうか育てていく、その植物を生かしていくっていうことで、ちょうどその生命エーテルと化学エーテルと熱エーテルと光エーテルと、この4つのエーテル の形のエネルギーが合体して生命になっていくという、そのこういうそのことが背後にあるということで、これが4元素の基本的な外観みたいなものになります。で、ここから次の話がだんだん出てくるんですけれども、
最後にちらっと言っておきますと、シュタイナーが言っている根源的な宇宙を作った神のところからいろんなエネルギーが分かれてくるんですけども、その中でエーテルっていうのは下の方の下の方というか、まあでも人間から見るとはるかに高いところにあるエネルギー体の中から出てきているので、そのエーテル自体が物質的なというかただのエネルギーとかということじゃなくて、中に意志を持っているようなエネルギー体がもともとそこに入っているので、だから妖精の形を取ることもできる、そういう話ですね。でそういうようなものが地球のエーテルのところにその重なっているという話で、まあ、地球になっている時は地球の神霊の下部構造にはなっているんだけども、そういう構造で存在している部分の中に植物も動物も人間も生きているという、こういう形になっているという話です。これが、まあ、この四元素のイロハのところで、ここでまず最初の話はおしまいにしたいと思います。伊藤先生、どうもありがとうございました。この話、お話に共感された方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは、注意です。はい、よろしくお願いします。